はい、こんにちは。ピアニストの秀樹です。皆さんね、ピアノを弾くときに大きな音を出すっていうのと、ちっちゃな音を出す。何で出すと思いますか？大きな音を出すとき、はい、どうやって出しますかっていう。ほんならなんかこう、力を込めてとか、思いっきりバーンってやるとかって言ったりすると思うんですね。でちっちゃいときは、まあ、優しくふわっと。で、子供とかにも言ったら、なんか大きい音が、こーみたいな。上から、とかなんかこうイメージが、ね、あると思うんです。僕もそういうイメージを前まで抱いてたんですね。ちっちゃい音になったらじゃあ優しく弾いてとか言ってこうそーっとこんな風に置いたりするんですね。で、まあ、これはなんかピアノを諦めてやめたっていう人ってなんか手がちっちゃかったりとか私は力がないからとかそういう方すごく多いんですけど、いや何言ってんのとそんな手ちっちゃくても力なくても全然できるよっていう風に僕からしたらもう励ましい動画になるんですけど、でそれなんでそれを言うかって言ったら、ズバリ、まあ、答えというかピアノの音を大きな音で出す時って力で出してないんですね。実は何で出してるかって言ったら早く落とすスピードで出してます。早く落とすと大きな音が出る楽器なんですね。ただ下に早く落とすだけで、これは今大きな音出てると思います。それなりに早く落とそうと思ってるんで、でこれゆっくり落とすとちっちゃな音が出るんですね。ってことは速度のスピードを速くした下に落とすと大きな音が出るんです。でこれ本当に鉛筆とかでもいいんで、なんかペン、ボールペンとかでいいですね。こういうペンでゆっくり落とすと下にゆっくり落とすと、ね、優しい音が出ますよね。速く落とすとこれだけなんですね。だから別に手がちっちゃくてもすごく細くても早く落としたら大きな音は出るし、逆にゆっくり落としたらちっちゃな音が出る。なかなかこんな風に教わりませんでしたよね。僕もピアノってその大きな音出すときはなんか気持ちよな気張ってみたいに思ってたんですけど、なのでそのボリュームコントロールをするときに僕はその大きな音をでどんなイメージがありますかってみんなに言ったりするとなんか怖かったりとか割れるガラスがバーンって割れたりとか激しいとかね、そんなイメージを持つ方が多くて僕も最初そう思ってました。でちっちゃい音になったらなんか知らんけど優しいとかこうなんだろうなこうそよ風に当たるような感じとかで僕も同じように思ってるんですけど、実は大きな音とちっちゃな音っていうのを性格付けするのは僕たちが勝手にそう思ってるだけなんですね。でその性格が勝手にこう上から力でとか雷がゴロゴロゴロみたいなとか優しいなんかちっちゃい音とか優しい感じのイメージがあるから実はそーっとこの中に置いてたんです。でピアノの世界でボリュームコントロールをしていくときに僕は大きな音を出そうって時に激しくとかそんな風に全然思わないです。ただスピードを上げて弾こうとは思います。スピードを上げて弾いてるんですね。イメージ的にはストーンってこう重りがまっすぐ下に落ちましたよ。でそういうイメージで弾いてますね。だから、まあ、この話聞いてる方であイメージ変わったわと、もっと力とか込めないとでき大きな音出せなかったと思ってたわって思った方は全然試してみてください。ためになったわって思った方はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。失礼します。